なんか光ってます、うん、おぉ無敵小熊出击。さあ、というわけでお疲れ様です、バラバです。今日は渋谷パルコに来ております。外苑前というね、ちょっと表参道の方のちょっと奥の方のエリアで今日は、撮影の、まあ、仕事ですね、本業があって、まあ、せっかくなんでちょっと渋谷近いんでちょうど1時間ぐらい今から空くので、時間を潰そうかなと思っているところです。で、渋谷パルコの、T ベースですね、今から、おお、ちょっと今から T ベース遊びに行くんですけど、すごいな音が、今シーズンもあの激アツなイベント、アートな問い展やるということで、11月です、来月に、今シーズンもね、アートな問い展開催ということで、結構自分の中でソフビを買い始めたきっかけになったイベントなんで、結構アートな問い展はかなり思い入れのなんか大きいイベントです。ちょっと楽しみですね。まあ、今日はね、まだ全然開催前なんで普通に遊びに行く感じで行っておこうと思います。やばい、めちゃくちゃ凝ってて、はい、中に入ってるガチャガチャもちゃんとあの中身が入ってるですね、はい、おもちゃが入ってる感じ。すごい、めっちゃかわいい。これはあのチップの中に入ってて、はいはい、あの携帯をピッてするとここから、はい、あの URL に飛んで、はい、これはおかめ占いに通じてて、はい、ゲームができるんですよ。なるほど、めっちゃかわいい。あ、これ見たことはあったんですけど、はい、そんな NFT と連動してるんですね。そうなんです。すごいファミカセっぽい感じの、めっちゃかわいい。縦穴式ショップっていうお店の名前でそうやってて、あのガチャガチャ の、はい、あのカプセルの中にこの縦穴式の入ってるんです。縦穴式、あのお家が。そうですね、全部で結構種類が多いって。いいっすね、これか。これスピーカー、はい、見ます。あ、いいですか、ちょっともう、うん、おこの起動音はこっちに入ってるやつですか。はい、でここがスピーカーあるんですよ。で、まあ、スマホとかで Bluetooth つなげて鳴らせると、はい、すごい、かわいいですね。これ動くんですよ。あ、ちゃんと稼働 で、この子も、あの取り外しできて、この子も動くんですよ。あ、ちゃんとフィギュアで、稼働式フィギュア。そうなんです。これさらにスピーカーにしちゃうっていう。そうです、豪華な一体ですね。で、音楽流すとここ、さっき LED で光ってたじゃないですか、はい、それが音に合わせてなんかピカピカしてて。あ、そうなんですね。デザインはすごい本当可愛らしい感じで、はい、あのゲームのキャラなんですけど。あ、そうなんですね、はい。さあ、というわけでお疲れ様です、バーナートです。 TBS から帰ってきました。久々にちょっと TBS さんにね、遊びに行って、今回ちょっととある気になったアイテムをね、購入しちゃいました。ちょっとソフビとかガチャではなくて申し訳ないんですけど、こちらです。クリエイターズソフビトレーディングカードですね。こちらは大阪で開催されているソフビイベント、ソフコンですね。ソフコンに参加しているクリエイターさんたちですね、アーティストさんたちのソフビ、作家さんたちですね、ソフビ作家さんたちの、
トレカですね、カードトレーディングカードなんですけど1枚300円で、購入することができます。まあランダムでございますね、まあ、冒頭の Vlog でもね映してたと思うんですけども、約50組ですね、50組前後の、参加アーティストさんのカードが、まあ、1枚2枚とこう今回僕2枚買ったんですけどランダムで、入っているとのことです。で一応ねちょっとさすがにこれ参加アーティスト今全部読み上げるわけにはいかないので、そこはちょっとすみませんご自身で調べていただきたいんですけど、推しの作家さん、まあ、大体ね今アートソフビインディーズソフビ作ってらっしゃる方ね、独自の創作されてる方は結構参加してる、参加数の多いイベントとなっておりまして、中でもね僕は今回ちょっとまあ一応狙いというかですね狙いのクリエイターさんなんですけど、まあちょっと、ここはやはりね、M ダッシュさんかなと。ただ、50分の2ですね。2枚だけしか買ってないので、相当な確率だと思います。で、あんまりね、こう、これが欲しい、あれが欲しいってあげちゃうとね、ちょっとつまんないので、一応ね、1点狙い、M ダッシュさんのね、装備カード狙いでいきたいと思います。まあ、ここで T ベースのね、オタク社長さんのカードが来てもそれはそれで結構よくできたお話になってしまうんですけど、それはそれで面白いですね。とりあえずね、まあおそらく知らない作家さんいないと思うんですけどね、海外の方とか来られちゃうとちょっと私も知らない作家さんの可能性があるんですけども、ちょっととりあえず1枚目開けていきたいと思います。アンボクシングですね、完全ブラインドトレカっていう感じなんですけど、ちょっとこれじゃ見ないように開けて、ここからじゃあ行きましょう。行きます。せーの。よいしょ。おお。あ、これこのキャラクターはインスタグラムで見たことありますね。おすすめで見たことがあります。こちらは、マスターフューゴさんですかね。ボイマンボヤユーロってちょっと大変申し訳ないですけど名前ちょっと。僕初めて知った方なんですけど、まあ、このキャラクター、このソフビ自体はね、インスタグラムとか SNS で過去に見たことがあったんですけど、ちょっと説明書いてありますね。日本に強い子を増やす。ベトナムの国技である武道、ボビナムを日本に普及させるため、フランスから派遣されたボビナム坊やユーロ。今夜からあなたの部屋の片隅の道場でソフビ仲間にボビナムを指導し始めますと、まあ、そういったコンセプトあるカードで裏面はこんな感じになっております。これは多分全部一緒ですね。いやちょっとまさかのちょっと初めてお名前をねお伺いする作家の方なんですけども、マスターフューゴさんのカードですね。でもめっちゃ青がすごい可愛い、多分ね柔術だね、道着を着てる人型のソフビっていう感じですね。頭、髪の毛が金で塗装されてますね。これも多分ソフコンに行ったらこう現物が見れるっていうことでね、人気の作家さんということだと思います。はい、というわけで1枚目はこちらマスターフィーゴさんでございます。じゃあ2枚目、さあそしてまだもう1枚ありますね。まだ M ダッシュさんのカードはまだまだ希望はチャンスはありますよ。よいしょ。さあ行きましょう。これ50分の2枚目っていう感じぐらいの確率です。行きます。せーの、よいしょ。わあ、もうあちょっとなんかさっきのカードと質感がちょっとこっちちょっと若干ちょっとメタルな感じな質感ですね。こちらはスペースサイクロプスさんですね。もうこれは銀座のロフトのポップボックスで展示を見させていただきましたね。このサイクロプス。こちらもね、本当に有名なソフビですね。こちらピンキーサイクロプスという、キャラクターソフビですね。こちらもね、今回結構このデザインがかなり統一されてる感じですね。説明書きも、綺麗にスマートにこうまとまってるような感じですね。スペースサイクロップですね。宇宙からやってきた地球外生命体、あらゆるものに寄生する特性を持った寄生生物で、寄生されると人詰めになっちゃうということでございます。果たして人類の敵なのか味方なのか、謎に包まれたモンスターという感じでございます。いやいいですね、このピンクがめちゃめちゃド派手なサイクロップ
なモンスター寄生獣ということですね。カードのこの縁の部分がね、なんかちょっとこうメタリックな感じがして、さっきのこっちがちょっとノーマルカードチックな感じでね、若干の違いがあるんですけど、これもしかしたらランダムで、仕様が違うのかもしれないですね。でこれ前回のね、赤いバージョンの方も実は過去に開封していて、そちらではね五寸釘玩具さんとか、当たったのかな。そう、こんな感じで結構ね面白い、カードだなと思いますのでね、また見かけたら買ってみようかなと思います。まあ、1回ね1枚ね300円で、買うことができるので、バラ売り楽しいんでぜひ買ってみてください。フルコンプバージョンだと1万5000円っていきなり結構ねやばい金額になるんで、まあブラインドで推しの作家さんをこう狙い撃ちするっていう方が僕は楽しめるかなと思いますね。さあ、というわけで今回はちょっと久々に渋谷 TBS 遊びにぶらり行ってまいりましたという Vlog でございました。ご視聴ありがとうございました。トレーディングカードとかね、やっぱこういう雑貨系も僕大好きなんで、日々いろいろね集めたりレビューしたりしてますので、また遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。